お、ゴッドファーザーあの株のなんかね話をする中でなんかこう株の有名人ってどんな人がいるんですかねそれからこの会社の株はすごく特徴があるよ歴史があるよもしくは単価が安いよとかねあと長期安定株ってあるじゃないですか例えば代表的な長期安定株って何かなみたいなそんな話もできるといいですよね。でエピソードってたくさんんあると思うんですけども 株と一言で言うとなかなか切り口がわからない方にもじゃあ今日は株の世界で有名な人をちょっとね3人紹介してみますねみたいな感じで言ったりとかね今日は長期安定株というものがありますんでその説明をしますね例えばこんな株がありますまあ私の知ってるところで言ってねブリヂストンっていうのがありますみたいな感じで説明するといいんじゃないですかねちなみにブリヂストン株っていうのは波乗りトレードっていうね株の方式が 編み出されてるんですよというのがねブリヂストンっていうのはまあ有名なのはあのタイヤですよね車のタイヤ車のタイヤっていちいち値段が変わってしまうともうね車を作る際に取引がすごくしにくくなるんで価格を一定にしようという動きがブリヂストン自身にあるんですよつまりブリヂストンっていう会社は自社株を買ったり売ったりすることによって自社のタイヤの まあ商品の価格を一定に保とうというふうなねそんな株式売買のやり方があるそうなんですよそれに合わせて例えばそのブリヂストンの株がね100という値段で売られていた場合120になったら株の調整によって100に戻す80になったらまた同じように100に戻すみたいなことをこう会社がやってるそうなんですよねこれ詳しくは知らないんですけども会社がやってるというふうに その方は説明してくださったんですよ、まあ、だからブリージストン株を一定量抑えておいて値段が上がったら売りで入って空売りで取ると値段が下がり続けたら今度はまた戻るだろうから買いに入っておくみたいな感じで上に行っても下に行ってもねポジションを取るらしいんですよで100の値段になったら決済これを繰り返していってずっと利益を取っていくっていう波乗り取りでね上に行ったら下下に行ったら上みたいに波に乗るような感じで。 で、上に行って、さらに上に行って、上に行って、上に行って、行っちゃうみたいなことはないそうなんですよ。で、下に行って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 っていう確率も少ないそうなんですよ。まあ、ですんで、そういう方法があると聞きました。波乗りトレードっていうのは、うん、一つの、例えば300万なら300万を6分割して、50万を6個という玉にしていって、その50万ずつでポジションを持っていくらしいんですけどね。で、この方法で行くと、32分の1でしか負けないという。 ね、だからほとんど勝つみたいなことを教わりましたけどねこれがだから2014年のことですかこの方法を教わったのがなんか下山トレーダーっていうねなんか焼き鳥屋のオーナーをしながら焼き鳥屋が儲からないんででもやりたいからっていうのでこの方法を編み出して毎日利益を生んでるみたいですけどねはいえー、じゃあ今日は私のこぼれ話でございましたはいゴッドファーザーチェケラッチョいってらっしゃい